第54回鹿児島県下一周駅伝第4日ゴール鹿児島県下一周市軍対抗駅伝競争大会は毎年2月に鹿児島県本土を舞台に5日間にわたって開催される鹿児島県の各地区対抗の駅伝大会鹿児島県鹿児島市南日本新聞などの主催通称鹿児島県下一周駅伝鹿県下一周駅伝 鹿児島県内では単に県下一周駅伝と呼ばれる。1954年に、奄美群島の日本復帰とラジオ南日本の開局記念、それに、九州一周駅伝の選手強化を兼ねて、県本土の重地区でスタート。1955年には熊毛が、1962年には大島が初出場し、現在に至る。1954年の、 1> 第1回大会は3月23日からの5日間、580.7km47 区間に分かれて行われた。1957年の第4回大会は熊毛チーム不参加。1970年から1972年にかけては沖縄返還を記念して沖縄県チームが特別参加した。1974年の第21回大会は、 前年のオイルショックの影響で、鹿児島出水の2日間、251.3km21 区間に短縮された。鹿児島県内の高読率が3分の2を超える、南日本新聞が主催することもあり、同志をはじめ県内の各マスコミが数週間前から特集を組み大会を盛り上げる。このため、鹿児島県内のスポーツ大会においては、圧倒的に知名度が高く、 鹿児島県の2月の風物詩として親しまれている。応援も盛んで、沿道には、地域住民や幼稚園児、小学生、中学生が数多く駆けつける。このため、万が一に備えて、交通安全対策が万全に図られており、ゴール地点など特に人が多く集まる場所では、大会運営側がアナウンスを繰り返すなどの方法で、注意を喚起している。2006年の 第53回大会以降は後日の事故のこともあり、より強化されるようになった。確認できる限りでは、現在行われている全ての駅伝の中で最長であるが、南日本新聞は県連していない。順位には、各日ごとタイムを競う、日韓順位と5日間トータルのタイムで競う、総合順位がある。また、 総合順位では総合優勝だけではなく、前年度成績上位から4チームごとに、ABC クラスに分け、各クラスごとに優勝を争う。前年度5位以下のチームが総合優勝した場合は総合優勝チームと A クラス優勝チームが異なることになるが、そのようなケースは稀である。括弧内は、タスキの色。近年では、アイラチクがトップを占めることが多く、 鹿児島地区、川辺地区、日置地区がこれを追う展開となることが多い。2021年の第68回大会では、全距離 583.8km、53区間に分かれる。経路については、一般国道、主要地方道のみを記載している。泉市の脱所、ファミリーマート、はやと姫城二丁目店本大会は、 鹿児島県内の一般道を広範囲に利用するため、過去に複数回死亡事故が発生している。大会3日目、宮野城町、山崎の国道267号沿いで、応援帰りの中学生の列に車が突っ込み、死傷者を出したことから中止された。大会最終日、霧島市国部野口の交差点で、80代男性の運転する。 軽自動車と30代女性が運転する乗用車による事故が発生し、乗用車側の助手席にいた生後6ヶ月の乳幼児が死亡した。当時、警察官がコース整備のため交差点内で手信号を行っていたが、運営側のミスにより交通規制の看板が設置されず、信号も通常通り動いていた。なお、事故発生後も大会は続行された。この事故に関しては、 運営する鹿児島県、鹿児島市、南日本新聞などから正式な謝罪は発表されなかった。2020年1月、交通整理を行っていた警察官に対し、鹿児島簡易裁判所は業務上過失致傷の罪で罰金100万円の略式命令を出した。また、軽自動車を運転していた男性は過失運転致傷の疑いで送検されたが、後に死亡のため、 不起訴処分となっている。死亡した女児の遺族は県などに対し約7000万円の損害賠償を求める訴えを起こした。ありがとうございます。